虹をつかむ男は、西田敏行主演、山田洋次監督の喜劇映画シリーズ。2作が制作され、1996年と1997年に公開された。男はつらいよ。第49作のタイトルは、男はつらいよ。虎次郎花遍路。ロケ地に、高知県、ストーリー、キャスト。公開日は1996年12月28日と決まり。 秋からの撮影を控えていた。しかし、同年8月4日に、車虎次郎役の厚見清が死去したことにより、制作中止、男は辛いよシリーズは終了することとなった。虹をつかむ男は、厚見を追悼して、1996年9月26日に、制作発表が行われ、虎次郎花変ののキャストがほぼそのまま移行している。このシリーズは2作で終わったが、 男は辛いよに変わるものとして、1988年から男は辛いよと同時上映が恒例だった西田主演の釣りバカ西シリーズが小区の看板映画となった。名称は1950年のアメリカの映画虹をつかむ男から、映画の撮影が行われた徳島県美馬市の脇町劇場第一作虹をつかむ男。同時上映は、 サラリーマン戦火単身不妊この映画の舞台となるオデオン座は1995年に閉館し取り壊しが予定されていたがこの映画で一躍注目を集め後に町指定文化財として修復されて一般公開されることとなった吉岡秀隆演じる助が親と喧嘩し家出し物語が展開するのは男は辛いよ僕のおじさん以降の吉岡演じる諏訪光雄と同様である エンディングでは出演者が亡き厚み清への思いを語っている。また、エピローグにおいて厚み清演じるトラさんが CG 合成ではありながら登場する一場面がある。その後 e d に厚み清が歌う男は辛いよの主題歌が途中まで流されている。キャストスタッフ映画内で使われた映画キャッチコピー第2作虹をつかむ男南国イサムド編巡回上映が 舞台となっている。前作から1年後を舞台にした続編ではあるが、白銀勝男を演じる西田敏行と平山良演じる吉岡秀隆以外のキャストは変更されている。その中で、男は辛いよ。時代から前作を通して吉岡とは、母親役として長きにわたり、親子を演じていた倍賞千恵子であったが、今回も吉岡とは共演しているものの、 親子ではなく別の配役となっている。また前回は四国が舞台であったが本作は九州に変更されている。兄弟のストーリーは未制作になった49作目トラジロ花変路のプロットから生かされているほか、男は辛いよトラジロハイビスカスの花上映予定の看板が置いてある場面があるがこれは当時ハイビスカスの花特別編が同時公開だったためである。 キャストスタッフ映画内で使われた映画、山田洋次、名作映画 DVD マガジン2013年6月25日号。解説、あらすじ、ストーリー2008年1月27日放送。アメトーク男はつらいよ芸人役者人生、泣き笑い著者、西田敏行。キネマ旬報ベスト1085回全市1924から2011564ページ。 1998年日本、映画配給収入、キネマ巡報1999年2月下旬号、キネマ巡報社、1999年、175ページ。ありがとうございます。